グレッチの G2604T、ラリー2というギターをご紹介いたします。このグレッチのラリーというギターがですね、1967年と1968年のわずか2年の生産で終わったギターがあるんですけれども、これがですね、今回ストリームライナーシリーズというシリーズでですね、ラリー2という名前でカムバックしてまいりました。このラリーというモデルですけれども、ヴィンテージギターの中ではですね、結構マニアの方に受けるものなんですけれども、まあヴィンテージのラリーはですね、もともとそのトレブルブースターっていうものが内蔵されてまして、エフェクターが組み込まれたギターとしては最初の製品だったということなんですけれども、それがですね、結構ソニックブームという名前のエフェクターなんですけど、トレブルブースターでね、もうすっごいノイズが出るような回路になってまして、ヴィンテージで憧れた人もですね、大概取り外してしまうというね、そういうちょっとノイジーなトレブルブースターが入ってたんですけれども、今回取り除いた格好で、しかも現代風に使いやすくなって現れたのがこちらのモデルになります。このボディがですね、バンブーイエローですね、サイドとバックがですね、メタリックコッパー、この銅のですね、コッパー色のメタリック、こちらがですね、細かくフレークが入ってるんですけれども、角度によってこう反射がしたりとかして、この辺も結構お綺麗なフィニッシュに再現されています。ボディはですね、センターブロックが入ってまして、こちらも長さに応じてちょっとチャンバードになってるということなんで、ちょっと外からは見えないんですけれども、がっつりセンターブロックが入ってるんじゃなくて、ちょっと空気層が入ってて、そしてアコースティック感とソリッド感をうまくバランス取っているということです。ネックですけれども、ネックは指板がローレルというね、最近ローズウッドの代わりとして使われている材ですけれども、ネックのシェイプは新 U といって薄い U シェイプということなんですけれども、そんなに U な感じはなくて、C シェイプの薄めかなという印象を持ちますが、指板の R は、今風 その使いやすい、ネックになります。ピックアップ、こちらはハイロートロン、これがネック側とブリッジ側に搭載されていると。コントロールはこちら3ウェイスイッチ、こちらのノブはマスターボリュームですね。グレッチのレディオ G アローっていうね、こういう G の形にこう矢印で刺さってる格好、これも細かいところですが再現されています。このマスターボリュームの他に、こちらがネック側のピックアップのボリューム、そしてブリッジ側のピックアップのボリューム、そしてマスタートーンになります。ブリッジはグレッチのアンカードアジャストマチックという名付けられた6ウェイのブリッジですね。それからこの特徴的なビグスビー、こちらのトレモロユニットが搭載されています。こちらのピックガードもプレキシというプラスチックの加工のものなんですけれども、当時ですね、マーシャルのヘッド部分とかそういったものに使われて、当時の流行りですよね。それも再現されていて、グレッチのラリーストライプというね、これも当時大流行りです。ムスタングなんかにもコンペティションラインとか入ってましたけども、カーレースに使われてたようなねラインですけれども、こちらがしっかりと再現されています。それではネック側のピックアップから音を聞いてみましょう。それではミックスポジションです。
それではブリッジ側のピックアップになります。クールな 60s のルックスをそのまんま踏襲しながらも現代風に使いやすいギターにアレンジされています。全体の重量も 3.25 キロしかないんですね。非常に軽いギターです。ぜひお試しください。